はい、こんにちは、黒猫 YZ です。はい、今日の動画ね、これです。じゃん、ウェブリーリボルバーのナーフ系スポンジ系のね、まあ結構やりましたけど、僕が塗装した個体ですけどね、こういうやつ、うん、これやりましたけど、今日はねこいつのグリップ、こういうかっこいいグリップが出たんで、こいつをちょっと紹介していこうかなっていう動画になります。ちらっと音聞いてもらって分かると思うんですけど、これね金属なんですよね、金属製。まあカートリッジも金属製だけどね、金属製ってことは重量が結構あると。で、見てもらえば分かるんですけど、このねウェブリーっていう刻印が入ってるバージョンで、かなりね綺麗な木目の塗装が入ってるんですよ。プリントかな、これ。これねかっこいい、いいですよ。もうなんて言うんですか、僕がね苦労して、まあ苦労もしてないけど、こんなこんなあれですよ、グリップだったんですよ。ボディは白かったですしね、こんなグリップを何層も重ね塗りしてね、傷入れたりして、なんちゃって木目塗装したんですけど、こっちはねそんな苦労一切しなくてもこのかっこいい木目が手に入ると、素晴らしいお品物ですね。うん、これねナーフ系といいますか、スポンジ系トイガンとかね、あとは廃墟式のチップガン系を扱ってるボイスキーさんのとこから売られてるんですけど、2500円ぐらいだったかな。アマゾンでまだ買えますんでね、商品のリンクは概要欄に貼っときますんで、気になったらチェックしてみてもらうといいと思いますね。いいよねこれ、手軽にポンと交換できるんで。まあポイントがあるとしたらね、こうちょっとねくぼみに墨入れてやったり、このビスの部分ね、頭ちょっとガンメタとかで塗ってやると一層雰囲気が出るんじゃないかななんて思いますけど、僕はプラスチックを木に変える塗装をしましたけど、ボイスキーさんのところこいつは金属をね、うん、木に変える魔法をかけてあるとそんな感じになってます僕らがね苦労して、これ白い樹脂だったんですけど、白いナイロンかをなんとか金属っぽく見せようと塗装してるのにね、その金属感をなくして木にしちゃうっていうね、まあまあまあどうでもいいですが、純正のグリップね1つ、これね 10g とか 11g とかです。この金属のグリップパネルね、42巻ってことは 31g ってことだね、片側で 60g ちょっと重量増えるんでね、金属なんで。これねやっぱりいいんじゃないですか、この重量を簡単にアップしたいよって人にもねいいと思います。あとこれそれこそ本当黒いモデルもありますけど、のっぺりした樹脂なんで、こういうカスタムグリップが出てくれるのはとても嬉しいことなんじゃないか。ただこれちょっとポイントがあって、こっち側のグリップパネルは入ってるだけなんでね、ヘラかなんかでピッピッピッと外してやって、そうするとね2、3本ビスが打ってあるのかな、うん、これこことここはグリップのビスになってるんで、こことここのビスを外してこっち側抜いてね、両方交換するにはね、そういう手順が必要になりますんでね、そんな感じで交換するとまたいい雰囲気のグリップパネルが手に入るんじゃないでしょうか。僕だったらねこの辺ちょっとガンダムマーカーの墨入れかなんかです、ちょっと墨入れてみます。もしかしたら塗装が落ちるかもしれないんで控えめに、でこのビスのとこちょっとね、ガンメタなりで塗ってやると、で雰囲気をちょっと増して使うとまたかっこいいなと思いました。この金属製のグリップパネルとてもいいもんなんで、しかも手頃な価格なんでね、ボイスキーさんとこのね販売ページURL 貼っておきますんで、よかったらそこチェックしてくださいというところです。はい、ということでね、今日の動画これでおしまいです。また別な動画で会いましょう。うつべしうつべしうつべし、金属製です